にちは、しげぴーと申します。スピーチャパ電音部のしげぴーと申します。今回はですね、パートナーシップと個人様そして企業様との提携についての話をしていこうかなっていうふうに思っています。で、パートナーシップ等に関しては以前からお話ししている通り、スポンサーとかそういう関係で、例えば個人様もしくは企業様、どちらでも全然大丈夫なので、私の活動について支援したいよっていう方を対象に、パートナーシップ等の個人様そして企業様との提携についての話をしていこうかなっていうふうに思ってますので、今回はそちらについて話をしていこうかなと思います。で、私がなぜ個人様そして企業様との提携に関して視野に入れるかについての話なんですけども、基本的に私の場合はチピチャパ電音部としての知名度の向上、一応ですね、私スリーピンシゲティでもやってますけども、基本的にはチピチャパ電音部としての知名度の向上を図りたいという感じで、で、さらに言えばオンライン等のイベントの協賛企業を探したいというのもありますし、どうしてもね、やっぱ私のみでやってるから、やっぱ運営に関してはチピチャパ電音部、スリーピンシゲティともに TikTok、YouTube、ショールーム、Instagram、どちらともですね、結構どの SNS でもそうなんですけど、全部自前でやってるんで、やっぱり単独での運営だとどうしても限界が来ちゃうんですよね。だから個人様、企業様ともにパートナーシップとかそういうので提携できたらいいなっていうのが一番です。で、一応ですね、こういう感じでチピチャパ電音部としての現状に関しても言っていきたいと思います。で、TikTok に関してはスリーピンシゲピーでフォロワーがですね、6778人いまして、チピチャパ電音部に関しては1413人です。で、スリーピンシゲピーの方は結構フォロワーがいるんですけども、チピチャパ電音部は1413と少なめなんですよね。で、チピチャパ電音部のフォロワーが少ないのをどうにかしたいというのもあるんですけども、やっぱり共に伸ばしていけたらいいなっていうのが一つあるんですよね。で、YouTube に関してはチュピチャパ電音部、エレクトリカルサウンドクラブに関してはチャンネル登録者数523人です。昨月ね、500人になったばっかりなんで、まあそれに比べれば結構増えた方かなっていうのはありますけども。まあそんな感じです。で、X に関して言いますと、これチュピチャパに関し、X でのチュピチャパに関して言いますと、1350人フォロワーなんです。ただ、Instagram に関しては、158人と。まあ、少なめなんですよね。まだ少なめなんですよ。で、ショールームでのフォロワーに関しても、で、ショールームに関しては、4月ぐらいに始めたんかな。それでも25人なんですよ。まあ25人でもすごいっちゃすごいですけどね。まあそんな感じですと。まあ、これだけ見てても、やっぱり伸ばさなきゃいけないっていうのは、やっぱり私からしてみてもわかるんですよ。だからこそ、やっぱ企業の提携は大事かなっていうのは、私はつくづく感じます。で、企業提携の可能性に関して言いますと、そちらの方が手っ取り早いなというのは一つありまして、インスタグラムにおいてはですね、ともちゃんの和菓子、丸屋様とか、あと、お日様レンタカーさんからのインプレッションもありましたと。で、TikTok においてもレーシングマスターやエディーパーティーのゲームインセンティブプログラムに参加をしたりしてますし、X では以前より、クロモンチェアさんからのインプレッションがあったりするので、まあ、こういうところも含めて企業提携の可能性も出てくるんではないかなっていう、
数数あるんですけど立ってるんですよね。まあこういうこと言っちゃうと調子乗んなって言われそうで怖いんですけど、サトルさんこんばんは。で、企業提携の可能性を生かすに生かさない手はないと思うんですよ、ぶっちゃけ言うと。まあさすがにね、チペチャパ電音部は出来立ての組合みたいなもんなんで、単独でのプロジェクトなんで、その規模を考えるとやっぱり中小規模の事業者様との提携を中心に考えていかなきゃいけないのかなって。急にね、大規模なところと提携したところで、あまりメリットがないんじゃないかなっていうのがあるんだよね。やっぱり中小から伸ばしていけたらなっていうのは、中小との提携で伸ばしていけたらなっていうのは、正直感じてますよね。で、私の運営するチピチャパ電音部に関しては、食と地域をテーマに e スポーツを目指すっていうのが基本なんですよ。で、その食と地域なんですよ。食と地域をテーマにっていうのが基本コンセプトだから、やっぱり地方創生に役立てるような企業提携にしていきたいと。さらに言えば、企業の提携においては、やっぱりゲームにおいても、何々杯としてのイベントとかできたらいいなっていうのがあるんで、やっぱりそういうところもね、考えていかなきゃいけないのかなっていう。で、まあもちろんね、個人様だけだったら、できることってたかが知れてるわけじゃないですか。やっぱり、個人様って一人一人だから、一人でできることなんてたかが知れてるもんだから、やっぱりそれよりかは、やっぱり企業様の方が人数多くいる可能性もあるし、っていうので、そことの関係性も引き出していけたらなっていうのはあるんですよ。で、提携についての今後に関しては、もちろんリターン等も考えていきたい。考えていきたいんですけども、個人様企業様によって、物品やサービスの提供で考えていけたらなっていうふうに思ってますし、やっぱり物だけ提供したところで結局他と変わんねえじゃんってなるじゃないですか。だからそこも含めてやっぱり少しずつでもいいから話し合いはしていきたいなっていうのはあるんですよ。で、さらに言うと、パートナーシップによる恩恵に関して言いますと、そのパートナーシップによる恩恵を TikTok や YouTube のみならず、他の SNS でも活用していきたい。例えばショールームでも、いろんな人が来てくれたらいいなっていうのはあるし、パートナーシップを組むことによって、やっぱり相乗効果を得られるんだったら、そこを狙っていけたらいいな、そこを狙わない手はないと思うんですよね。ぶっちゃけ言うと。そんな感じで。他の SNS でもそういうね、パートナーシップによる恩恵っていうのを出していけたらなっていうふうに思ってます。で、さらに言うと、これらをきっかけに、YouTube のメンバーシップや TikTok のサブスクリプションの加入者を促進のためのきっかけ作り。これ、できたら結構大きいんですよね。やっぱり、サブスクって、TikTok のサブスクでも、最低440円から。YouTube のメンバーシップでも、私が設定してるのは、最低でも190円から、にはなるんでね。それをどうカバーしていけたらいいのかなっていうのが、すごい結構悩んでるところなんで、そこを企業提携でうまくきっかけ作りにできたらいいなっていうのはあるんですよね。まあそんな感じですよ。まあ、短い内容で申し訳ないですけども、こんな感じで終わりですという感じですけども。